去年ですね、2023年の4月ですね、あの代々木公園にあのオフィスサロンをオープンしました。代表の、青山と申します。よろしくお願いします。オフィスは、美容室なので、もちろんあのヘアカタログの撮影とか、まあ、そういうのに多く参加したりしてですね、髪の毛はたくさん作るんですけども、まあ、他にも企業的なあの活動がいろいろできればいいなと思ってですね、この店名を選びました。美容師を目指したのはもう業界が18年目になるんですけども、自分が高校2年生ですね、17歳18歳くらいの時にですね、当時その時に楽しい大人を探そうと思った時に、僕を担当している美容師のおじさんが身の回りにいる大人でこう一番楽しそうな大人だったんですね。それでもう美容師になろうと、もう一発で決意を決めた感じになります。オフィスに関しては、あの代々木公園エリアにあのずっとこう出店したいなと思っていて、小田急線沿いに住んでもうあの十数年経つんですけれども、一番よく利用している駅だったんですね。でやっぱりそのロケーションも素晴らしいですし、あの新進気鋭 のすごくこうかっこいい、まあ、飲食店とかアパレルショップとか、もしくはこうレコードのお店とかもすごくたくさん集まってきていたので、まあ、ぜひともあの僕たちも仲間に入れてほしいなという思いでオープンしました。意外かもしれませんが、18歳からが結構多くて、18歳から28くらいまでが、メインの、層になっています。結構学生さんが意外と多い街で、その中で結構その大人の方もたくさん増えてきてるかなという印象で、こちらがオフィスの、外観になります。裏口から入っていただく形になりますので、こちらからご案内いたします。どうぞ。よいしょ。こちらがあのオフィスの内観になります。まずこちらの、あの待合の椅子なんですけど、こちらはあのステューシーのですね、90年代の T シャツをあのリメイクして作った椅子になります。僕はちょっとあの地球儀が大好きで、まあ、こういったヴィンテージのブラックオーシャンという地球儀は家にもたくさんあるんですけど、結構集めていまして、こういったヴィンテージの置物っていうんですかね、猫のガーフィールドとかもそうなんですけど、うちの実家の猫があのキジトラっていう柄で、トラ柄が一緒なんですけど、この間来たお姉さんに、おしゃれな招き猫ですよねって言われて、それいいなと思って、はいって言っちゃったんですけど、実家の猫です。はい、あとこちらがあの荷物を預けていただくためのロッカーなんですけど、ルームキーですね、海外のモーテルのキーですねを意識したキーホルダーになってるんですけど、こちらもオリジナルで作っているので、でこちらのお席にこうついてもらうと、自分たちでこう発行しているこの街の地図っていうのがありまして、オフィスマガジンっていうんですけど、まあ、近くのこうお店とかあの観光地とか街をこう説明するようなマガジンを作ってますので、あの初めてこう街に来る方もですね、安心して、まあ、帰り道も楽しんでほしいなと思います。こう過去に作ったステッカーとかもこうアーカイブとしてまとめてあるので、もしよろしければお時間ある時にご覧ください。続いてあのシャンプー台のコーナーなんですけど、あの膝掛けもちょっとオリジナルでね、こうふわふわにあの工場で作ってもらって、あのこういったジェットキャップとかもアメリカの運送会社のですね、ロゴなんかをちょっと意識しながら作ってみたりもしました。この間1周年記念だったんですけど、ネオっていうアーティストが女の子なんですけどいまして、ちょっとアメリカのラッパーの PV とかにも採用されているような、うちによく来てくれる子なので、グラフィティを起動してくれたので、ドローイングな作品なので、あのちょっとあのスケボーの映像作品と合わせながらあの展示させていただいてます。オフィスで店長をやっている岡野静香です。オーナーの青山さんとアシスタントの時にもともと通っていて、そこから独立するってなって、めちゃくちゃ憧れていた美容師さんだったので、ぜひと思って入りました。今回は夏向けに撮っているスタイルでアクセサリーを作ってて、ちょっとこう夏らしい感じで、耳元を開けたりとか、前髪ちょっとシースルーにしたりとかで仕上げてる感じです。いろいろオフィスのオリジナルのグッズを並べてるんですけど、ハンドメイドでアクセサリーをちょっとご紹介します。夏に向けて鮮やか系な色とかをちょっと作ったりしてて、撮影で使うものと一応販売もしてるので、欲しい人がいたらこうちょっと売ったりとかもしてます。オフィスは業以外でもいろんなことを取り入れたりとか、一緒にお客さんと街づくりというか、いい雰囲気を作っていこうかなという感じです。若林佐月です。オフィスはオリジナルグッズだったり多方面の挑戦をさせてもらえるようなサロンです。高校を卒業してすぐ大工をやってたんですけど、大工時代に初めて東京で美容室行って、うちのオーナーに出会って、東京の美容師めちゃくちゃかっけえなって思って、僕も美容師になろうと思いました。襟足の長さをかなり残して、全体的にレイヤーを激しめに入れて、ウルフっぽいスタイル、もみあげを残してちょっとエッジの効いたスタイルに仕上げています。
先ほど美容師になる前に大工やってたっていうのを伝えたと思うんですけど、大工の技術を生かして待合用の銀の机、飲み物を置いたりとか雑誌を置いたりとかするような机を手作りしたもの。このバーで展示されてるオリジナルで作ったステッカーを置かせてもらってて、個人的にこの手触りだったりとか、あとマットな質感すごい好きで、こういうオリジナルのステッカーをおのおので作ったりとかして置かせてもらってるっていう感じです。オフィスでスタイリストしている西村です。この会社の印象は、一人一人スタッフがカット、カラー、宿毛矯正、いろんなメニューがあると思うんですけど、それ自分の得意なことをやらせていただける美容室だと思います。もともと新卒で入った美容室がオーナーの綾山さんと同じで、まあ、すぐに自分は辞めてしまったんですけれども、表参道で美容してる時にたまたま会ったり、 2,3 年ぶりぐらいに会ったんですけど、そこから青山さんのインスタを拝見するようになってから、あ、この美容室で働きたいなと思い、そこから入社することを考えました。あと今切ったスタイルなんですけど、今流行りのレイヤーを顔周りに少し入れてあげて、少しザクザクした感じのスタイルを切っています。このお店に入ってからオーナーの綾山さんがレコードを買ってくれて、そこからちょっとレコードを学び始めたんですけど、今日の、まあ、天気が晴れということで、で、まあ、夏前ということなので、ちょっと最近はこちらのレコードを聴いています。当店オフィスでは自分たち の常にこうみんなできるユニフォームを制作してまして、このボディからアメリカの実際こう医療現場で使われている帯電防止 のリップストップ生地を使ったものを制作してまして、タグもオリジナルで、これからシルクスクリーンのプリントまでを紹介できたらと思います。よろしくお願いします。タグがこの辺とかにあるから、そうですね、左とかがちょっと寂しいかなっていう印象はあるけ ど袖とか腕あたりで、袖のところ良さそうだよね。また新しいですね、考えを持ったいろんな考えの子が仲間が美容師が集まる空間にしたいので、スタッフをこう新しくこう集めてですね、新展開をね、新しいこう店舗とかを目指してやっていけたらいいかなと思っております。よろしくお願いします。